セット3になりますが、お互い速度リーダーで始まります。どソニアどこに打ちます？どこも散らそうだね。なんか防御無視が発動するかどうかっていうと、防御不動そうだけど、ピュアバニに行くんじゃないですか。サルを打たないと思う。ソニアが、あ、でも縦割りを入れてピュアバニ。サルかな、じゃあサル行きましたが、これ落ちなー、ギリギリすごいな。すごいですね。ギリギリ。はい、これでもね、ピュアバニー入れないと行きたいですよね。うん、いや火力が、オリバ火力振ってるのか。さあここスキル1落ち切って止まったら凍結。おお、止まる。まあこうなりますよね。いや、ソニアの方が早いですよね。まああれしかなかったですね今の。残念ながらこれにて敗退となります。ガルガル選手ラウンド2進出となります。おめでとうございます。おめでとうございます。戦の防衛とかでもちょいちょい出てくるんですよね。占領とアリーナです。占領に出てくるんですよ。まあ、レジェンドトーナメントにもいましたからね。そうですよね。はい、まあ、さあ剥がして、でこれだとなんかね、ワンチャンジロでね受けれそうな気しますけどね。まだにはつかず、下がるかどうか。ジノが下がらないですね。もうジノにつけて落とすしか。あ、これどのぐらい食らうかですね、爆弾1個。うわもうそう、まだまだ分かんないですね、これまだ分かんない。さあ爆弾もう一個乗せるか悩みますよね。どうするか。お、15に。うわ、完璧に。完璧ムーブだ。さあこれでリーゼルがジュノを処理に縦割り入ってからのいい火力、火属性には必ずクリティカルですからね。はい、なんとなんとスピード勝負で新選手爆弾パで勝ち切りました。まあ、絶対落とせないであろうジュノ消して、うん、あとはね、あの火の手間切れくっていうね、風がどんどん行くっていう。さあまずはローラが打ちずれ打っていって、割り込みますよね多分これ。そうですね、割り込みましたね。さあ割り込んでいって、絶望が全部止まった。うわ、じゃあ張っていいですよねここ。さあ静かっていってスタンで止めていく、倒しきらないとというところ。回復が回復が入っていきます。スタン取れるか、反撃が逆にスタンさせられるという。いやまだわかんない。そうですね、バランティス止めたいかも。さあ呼び戻してムーアを落とし切った。落とし切りそうか、どうだ。バランティスのスタンが効いている。立て直しましたね。バランティスの反撃スタン、そして火のプアバニラクッキーの反撃で耐えて耐えての、そうですね、はい、決まりました。セット2もワン選手の勝利でラウンド2進出が決定しました。さあどうでしょうか。初手まあセアラをね行くと思うんですけど、そこ耐えれたらって感じですよね。を倒しちゃえばっていうところ。いや石は剥がれず、もう、いや行きづらいな。行きづれミスったらもうその時点でちょっと ね、かけた、かけに行った。え、これもう先に会場使わせるっていうね、プレイングですよね。でこの後3張りやすいっていう、微妙ですよね。微妙なとこですね。マーシャで落としに行くか。バック動きますね。じゃあ足はセアラ。さあこれで天狼処理、いや暴走、いやこれまだわからない。暴走引くか、うわー、人引いた、ね、
いやー、あー、お見事。最後ブラック選手、最後引きましたね、ブラック選手の大事なところで。いや、最後の最後まで接戦でした今は。サンナベル風ロボの番となりました。お互い速度リーダーですが、オリバーサンサンリーダー、シユー24リーダーで始まります。さあどうでしょうか、シユーが迅速で速い。さあ全体にスタン決めて、今絶望ですね多分この線路、一発目で判定あったんで絶対決めたいところなんですよね。さあニッキーを戻して、これでいい火力で落としていった。今回復阻害ついてますが長期戦に強いっていうね、これで爆弾を全体にばらまいていって、よい、もう爆弾で落ちる読みで、ノンパーティー面白いですね。爆弾も1万7000でしたからね今。結構食らう、食らいますね。あー強い、止まらない見てる。面白いパーティーでした。はい、まずはガルガル選手、一本選手です。これは初手どれだけ受けられるかが、落ちなかったらもう一気にねラキッド選手のペースになると思いますけど、はい、さあどっちだ。さあどうだ、落ちそうなところ見当たらないんですよね。ここからの展開、これが割り込むかどうかですよね。ここが割り込まないですね、割り込まない。なので2から3か、さあ打っていった。さあここからまだ全体重ねる、ここで落ちるかどうかですけど、うわギリギリ落ちない、耐えた。ちょっと正解のように見えますけど、おー、いやー、火力、さすがのダイアナ。ダイアナでもね、良さそうな気がしますけど、クッキー落としていって、いや、こうなると、ダイアナ、あー、落ちた。いや、火力ある、決まった。一度は受けていけると思ってるけど、ね、立て直しまではいかないっていうね。新選手やりきりましたね。じゃあこれでも、まあ、ソニアを受けてエトナが耐えるかどうか、ね、落とされない読みなんじゃないですか。うん、それが全く組んでればそんなに速度差なければ耐えますからね。耐えそう、これめっちゃ耐えそうっすね、これ。あー、見える。さあ水流スタンが入って、さあ打っていった。決まりましたね、そうですね。まあ、初手落ちたのが全てでした ね、 そこからエトナっていうところでしたが、26,000、なんか微妙ですね。26,000なら耐えてほしいですよ。耐えろよって言ってそうかも。これ耐えないのかよって言ってそうです。でも本人で言ってもらわないと耐えるか分かんないですよ。確かに確かに。はい、決まりました、シードモスコルス選手、ウィナーズブラケット決勝戦に進出となります。速度リーダー的中リーダーで始まります。これは面白い試合が見れるか。さあガンガンゲージが上がります。そうですね、上がっていくので後半上がってきますよね、はい、ああでも感激でいいダメージいってますね。さあスタン入らず、どっちがね均衡を崩すかって ね、 ね、今のところなんかねずっとこのままな感じするんですけど、若干負荷入んなかったね、解除されてアビルスタンしたままみたいな、うん、さあこれで巻いて、あら、うん、これは押し切るか。いやジュノ今一個も下がらなかったですね。ジュノでも入ってたんで回復量が、これで一体、あ、ジョセフィーヌが落ちました。おーっと、うわー、でかい、でかい、あー回復できず、これはジュノ落として、おーすげー、決まりますね。これジュノ落ちるんだ、落ちました。ここまで火力が上がってれば、おー、試合が動いた。いやー、どうかと思いました。制したのは、長い長い戦い制したのはビートD選手です。でこれは、まあ、逆にねマーシャ、ごめんなさい、
ナルシャはね、割と落としやすいモンスターなので、うん、まあ、もしかしたらね、ラッキーだったかもしれないですね。ナルシャ、そうですよね。電動とかの方がやっぱ、ね、決まればね、一気に、わー、硬いっすね。買いましたね。ナルシャ硬い。もうちょっと、半経過があれば、そうですね。買いそうですけどね。あー、ここで、うわー、落ちた。落としちゃうと、ですもんね。これは決まった。いや、強いね、決まりました。受けっぱのラキッド選手が受けきれないパーティー。いや、お見事、なんか対策お見事です。そうですよね。そうですね。でもこれでもなんか分かんないですよね。ダニエル、さあ勝った方が決勝進出。打っていって、ここまでベルデハイルは反撃引かず動けちゃうな。さあスキル1体ギリギリ耐えて、いって反撃しないな。ベルデあー、ね、大事なところスタン入ってたんで、レオナグッといた方が良かったんじゃないかっていうところでしたが、さあ絶対打って、こっちがいいけど、いやこれで、はい、まだ分からない。3対3の戦いになった。いやでもカミラとレオねえ、めっちゃ重いですけど。そうですよね。レオ、レオ動かさずに落とせるか。これレオでも、あー落としきった。さあカミラ頑張れるか。カミラ行きたい。どうだ。でもシャーロット落とせばわからないが、いや綺麗に乗せる。いやクリ出ない、クリ出ない、クリ出ない。うわーお見事。全部振ってなさそうでしたよね今。そうですね。水流とかも3発最後出なかったですからね。ホアン選手最後勝ち切りましたね。結構レオッカのジュノだしね、なんかジュノ受けできそうな感じしますけど、さあどうでしょうか。ピンチのチーズを、うわー下がらない。抵抗リーダー取ってましたからね。さあ回復剥がして、当てて当てて来るぞ。いやあ、でも足りない、いるけど、もうダメだ、退場されてしまった。新選手最後は新選手らしいパーティーで勝ち切りましたね。やっぱり早かった。ジェットカウント3人が新選手、まず韓国代表のお一人目決定しましたっていうね、剥がし消すのかなとかって思ったんですけど、さあお互い速度リーダーですが、動き方次第ですけど、これワンパンできそうな気がしますけどね。ここでうまくカウンターを取れる。さあ、ね、スタン2体。ここで縦割り入れてからのマーシャで、膝ル持っていっちゃえばもう一回動いて落としきれるところまでいくか。さあどうだ、落としきった。落とされちゃったらっ、ね、ちょっとね。いや1万6000ダメージ。いやこの独特なパーティーで勝ち切るスコルス選手、いやお見事、面白いですね。セックメトが動いて、水尻が迅速かどうか。公式大会ウィッチャー初出場、確かに。さあどのぐらい火力出してくれるのか注目ですが、はい、迅速ですね、あの速さは。うん、迅速っぽいですね。さあニッキー入った。で、はい、ここで使う、ここで縦割り入れてからですか。さあ打っていくか。どっちも打っていった。じゃあダメージどうだ。2万4000、車暴走引いてミス入ってますが、ここはシリにいった。もう一回打てるぞ。1万1000ダメージ。これで、まあ、プラハに入れて、でカミラで1で落とすんですかね。うん、やりました。さあ落としていって、うん、さあこれで落としきるか。やっと暴走、クリティカル外したけども暴走でカバー、だいぶ落とせるしかない。あセクメット、セクメットですか。い
切れに打って1で頑張って落としながらナルシャ落としてカミラ止めてさあ削っていきます。決まりました、クロミ選手2本目取りました。セットカウント2-1、クロミ選手1本リードです。ジノダイヤな、うんうん、どう突破するか。番的にはこれね早い結構。さあ全体打っていって、これも打っていった、石全然ついてなかったですね。まあ一発14,000ぐらいですよね確か、6,000ダメージ。いい火力で削っています。さあダイヤナ先に、そうですねこれで動いてるんですけど、ダイヤナ最後のお仕事、まあエシールさえ持ってければじゃないですか。さあエシール持っていって、いい火力出すな。さあこれで落としていった。こうなるとますますね、ジュノゲー、ね、ジュノゲーですねこれ。できるだけ削るっていうね、バレッサ倒さないで、そうですねギリギリまで削りたいんですが、やっぱりジュノが重い。いやー厳しい、これはジュノゲー。お今逆で縦割りから戻っていれば、ね、ワンチャン、でも打ち切らないかいやガルガル選手強かった、はい、こちらの5名がチームコリア、うーん強そう、ね、スコールズ選手の超速い迅速とシン選手の光やにその2-on-2 やばい、どうしましょう